今日は「そ」という字を書いてみましょう。まず1画目。1画目はこの辺りから横画を書きます。この横画は縦の中心に対して1対1になるように書いていきましょう。2画目。2画目は縦の中心を通る縦画を1画目にクロスするように書いていきます。3画目。3画目は2画目の出た部分、ここを半分に割った位置、ここを通る1画目よりも短い横画を書きましょう。4画目。4画目は2画目の書き終わりを通る1、3画目よりも長い横画を書きます。5画目。5画目は縦の中心のここから斜め下に降りてきて引き返して止まります。6画目。6画目はこの辺りから始まって5画目の書き終わりを通ってこの辺りまで来たら引き返して止まります。7画目。7画目は6画目の書き終わりに点を書きましょう。8画目。8画目も縦の中心を見ながら書いていきます。6画目に触れて縦画を書きます。最後止まりましょう。9画目。9画目はこちらにできたスペースのこの辺りから短い左払いを書きます。10画目。10画目はこの辺りから点を書きます。ポイントとしては上のパーツと下のパーツに分かれているんですけれども、あまり上を大きく書きすぎると糸という字が短足になってバランスがちょっと崩れたようになってしまうので、2対3ぐらいの割合で大きさを揃えて書いていくといいでしょう。あとは縦の中心をしっかり見ながら書いていきましょう。縦画は中心を通るように書きます。で、この上の余白は均一になるように書いていくこと、あとは底辺は糸の払いと点はあまり長くしすぎず、ここに V の字ができるように書いていきましょう。